詐欺の子は NHK 名古屋放送局制作により NHK 総合テレビの NHK スペシャルで2019年3月23日の21時から22時30分に放送された日本のテレビドラマ特殊詐欺を題材に格差社会が生み出した詐欺に手を染める若者たち詐欺の子の姿を複数の事件の実話をもとにドキュメントを交えて描く 主演は、中村葵。第56回ギャラクシー賞テレビ部門賞霊賞、第45回放送文化基金賞、番組部門、テレビドラマ番組最優秀賞、東京ドラマアウォード2019単発ドラマ、部門優秀賞受賞作。未放送シーンを追加し再編集した110分拡大版の、詐欺の子特別編が、 NHKBS プレミアムにて2019年5月18日の23時45分から翌1時35分に放送された。2003年頃から始まった振り込め詐欺は15年を経て1日あたりの被害額が1億円を超え特殊詐欺で逮捕された未成年者数が過去最多となる中詐欺事件が減らない背景に存在する詐欺グループに捨て駒のように利用される 犯罪意識のほとんどない未成年の少年たちに着目し、振り込め詐欺に手を染める若者たちの実態を描いた本作が構想された。全国10カ所以上の少年院や、元、かけ子の男性、元組織のトップのといった人たちから特殊詐欺の実態を取材し、2016年に実際に起きた名古屋市内の中学生が逮捕された事件などをもとに、作の高田漁を交えて、 構想を練り上げ、1年以上かけて制作された。撮影は2019年1月8日にクランクインし、名古屋市内並びに、近郊で、ロケが行われた。リアリティにこだわり、一部のシーンは、実際の事件現場にて撮影された。当初はドラマのみで企画されていたが、実際に発生した事件を元にしているにもかかわらず、現実とは信じられないような実態があったったことから、 ドキュメントパートで実際に発生した事実を描き、ドラマパートで関係者の心情を描いて一体化させることにより、リアリティを持たせることとなった。ビジュアルには、詐欺の末端にいる若者たちもまた、何者かに騙され、操られており、使い捨てにされるとのメッセージを込めて17世紀、フランスの画家ジョルジュ・ドラトゥールの代表作、ダイヤのエースを持つ、イカサマシの構図をオマージュとして採用し、 ロゴカラーには、裏切りの色とされる黄色を用いている。2019年、東海地方に住む、一人暮らしの小山田光代のもとに娘を名乗る女から、電話がかかり、過去に振り込め詐欺で騙された経験を、ある光代は警察に通報して、現れた14歳の、受け子、三浦和との逮捕に協力する。幼馴染みのかけ子、か大輔と、三張り、遠山元博の二人は、 詐欺が老人の死に金を社会に還元する義挙であると信じ込み、巧みな和術から未成年の受け子たちを送り込んでは荒稼ぎを繰り返していたが、和人の逮捕を契機に取り調べから遠山が逮捕される。大助は二人の様子を伺うため裁判所の法廷へ傍聴に出向き、証人として現れた三代の証言から過去に自分が行った詐欺により、 金銭のみならず家族の絆や生命までも奪われ、その後も苦しむ被害者の実情を知ることとなる。ありがとうございます。